はい、その都市というあそこでビデオを撮ってくれてる人が、ね、編集してくれた雲の上はいつも晴れだからという、YouTube が流れて、それがその震災テーマにした、映像 で何万人もの人がね、あの日本中からアクセスしてくれました。これは僕がもうもちろん震災のずっと前に作った歌なんですけど、なぜか洪水が君を飲み込んでいくとかね、まるで予言のように、の内容の歌なんで、被災地ライブ、避難所とかで歌うたびに毎回この歌を歌ってます。どんなに辛いことがあってもね、雲の下がどんなに土砂降りでもその上へ突き抜ければ必ずこう無限の青空が待ってるんだっていう、そういう歌です。
はい、どうもありがとうございました。いや